うん、実際分からなくはない。先生はそういうふうにこう自分の持ってるある種常識的に許されないような欲求が あるってことを認めるのも嫌だったし、それをこう人に真剣な悩みとしてまして先生に相談できるってのは俺素晴らしいことだと思うから、まあ一緒に考えていこうな。うん、まあ、先生もまだまだ未熟なところもあるけれど、まあ前の気持ちは分かってあげたいし、うん、まあ実際にな、そういうこうリコーダーに直接触れるだとか、何らかの加工を加えるだとか、そういうことをやらなければ一旦いいってことに一旦そこで線引いとこうな。それだけ注意してもらってなんだけれども、どう考えるかだな。ん？あ、やるわけはない。あ、そうだよな。うん、それはもう先生も信頼してる。お前はそういうやつじゃないからな。杉本、杉本は高橋さんのリコーダーをいたずらにこういじったりどこどこしないもんな。するわけがない。その通りだよな。そうだよな。だってな、自分の中にそういう許されない欲求があることにこう葛藤してるわけだもんな。ん？そういうことだろ。だから社会的に許されないことを望んでしまってるってことに関して自分の中でこう葛藤があるんだろ。ん？ごめんな、先生は比較的いろんな意見の人間に寛容なタイプではあるはずなんだよ。ただお前が言ってるその、うん、リコーダーはベタすぎるっていうのが先生は分からないんだけれど、それはどういう種類の葛藤が発生してるんだ。つまり好意を持って解釈すると、うん、最大限お前に譲歩して解釈すると、リコーダーをどうこうするような変態性に甘んじたくはないという向上心のある変態。なるほど。先生は今お前を殺そうと思っている。向上心のある変態は向上する前に殺した方がいい。ごめんな、お前が変態的な行為に向上心を持っているように先生は治安維持に対して向上心を持っているんだ。こういう時のためにたくさん暗記を持っておいてよかった。中学生一人の命を借り取るなど簡単なことだ。お前で29人目だ。もうすぐ一クラスだね。どうした？今さら取り下げるのは無理だ。今さら取り下げるのは無理だよ、杉本。今さら自分は向上心のある変態じゃないって言われても無理だよ。だってもう先生暗記出してんだぜ。もうこっち側的に無理だろ。もうお前どうこうじゃないんだ。疑わしきはショッス。シュッ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 。今日は鍋だな。見たのか。見たなら見てけよ。ショッピー。